皆さんこんにちは。今季チーム浮上のキーマンの一人として名前が挙がっていた東京ヤクルトスワローズの塩見泰隆選手、昨年は怪我もあって出場数が激減、チームも5位に沈んでおり、今季こそ1年間戦ってくれるよう期待されていました。しかし5月11日の巨人戦でアクシデントが。なんと初回に内野安打をもぎ取った際に膝を痛め担架で運ばれてしまったのです。果たして怪我の状態はどうなのでしょうか。また復帰めどはいつ頃なのでしょうか。そこで今回は塩見選手の離脱と怪我、今後について調べましたのでご紹介してきます。ぜひ最後までご視聴ください。2017年にドラフト4位で入団し、今やヤクルトを代表するリードオフマンとなった塩見選手、もともと怪我が多い選手ではありましたが、2021年2022年にはレギュラーとして定着し、チームの優勝に大きく貢献、ベストナインやゴールデングラブ賞も受賞するなどチームに欠かせない存在となっています。特に2022年の活躍はすごく、5月27日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦では3打席連続本塁打を記録し、新型コロナウイルス感染で離脱した影響でしばらく感覚が狂うなど不調もありましたが、最終的にキャリアハイの16本塁打を記録しリーグ連覇に大きく貢献。オリックスとの再戦となった日本シリーズでは全試合に先発出場し、主砲の村上宗隆選手が厳しいマークに遭う中、ホセ・オスナ選手とともに打撃面でチームを牽引、全試合で出塁しシリーズ通算3割5分7厘の高打率でシリーズ優秀選手賞に輝くなど打撃面で非常に見せていました。一方で第7戦で5回表に四万塁の場面で杉本裕太郎選手の打球を捕球体勢に入りながら後逸し痛恨のエラー、さらに9回裏の打席ではワゲスパック投手に空振り三振を喫し最後の打者となるなど苦渋もなめることになりました。とはいえ不動の1番打者として君臨し WBC 日本代表候補にも選ばれていた塩見選手、その一方で昨年は春季キャンプの途中より下半身のコンディション不良で2軍調整入りとなり、5月4日の対巨人戦で1軍に合流。しかし5月25日の阪神戦で再び下半身を痛め、翌26日に登録抹消となってしまいます。7月27日に再び1軍に復帰を果たし、30日の対横浜 DeNA ベイスターズ戦では3打席連続安打でシーズン初の猛打賞を挙げるなど、ようやく本調子となりそうでしたが、8月15日の対 DeNA 戦、明治神宮野球場で3回にユーゴロを放った後の走塁中に左手で腰を押さえながらうずくまり担架で運ばれ退場。翌8月16日に下半身コンディション不良で出場選手登録を抹消されます。その後9月9日に1軍に合流し、そのまま1軍に帯同、最終的に打率3割1厘8本塁打31打点の成績を残すも、盗塁は1とこれまでより大幅に減り、試合数も53試合の出場にとどまることに、故障に苦しんだシーズンとなりました。2連覇を果たしたチームが昨年大きく低迷した理由はこの塩見選手の離脱が非常に大きいと言われており、同時にチーム浮上の鍵となると言われていました。本人も今季はフルイニング出場する気持ちで挑むと話していた塩見選手、しかし今季も苦難のシーズンが続く形となります。開幕スタメンに名を連ねた塩見選手、しかし4月27日の阪神戦で初回に先頭打者ホームランを放ちましたが、その後すぐに守備交代、赤羽選手が中堅守備に代わりに入りました。試合後高津監督はそろそろかなと思ってましたけど腰が固まったような感じ、怪我が多いのがねと表情を曇らせていました。試合前練習の時から違和感があったという塩見選手ですが、この時は病院に行っておらず今後は様子を見るということでした。本人はそんなに大したことではないと思うので大丈夫だと思いますと警鐘を強調。その後スタメンこそ外れていましたがベンチには帯同しており、代打や代走など途中出場を続け、5月8日の横浜 DeNA 戦からスタメン復帰、チーム浮上に向けて期待されていました。しかし5月11日の巨人戦でアクシデントが発生します。この日一番中堅で先発出場を果たした塩見選手、初回の第1打席で遊撃への内野安打としましたが、一塁ベースを走り抜けた後にバランスを崩して転倒、左足を押さえるような仕草を見せ起き上がれず担架で運ばれてしまったのです。くしくも
去年と同じような状況になってしまった塩見選手。その後、西川選手がダイソーで途中出場しています。果たして塩見選手の怪我の状態はどうなのでしょうか。速報によると、塩見選手の怪我は左前十字靭帯断裂、半月板損傷のようです。全治は未定とされており、おそらく前十字靭帯断裂ということなので、今季の復帰は絶望的と思われます。2022年4月に同じ怪我をしたソフトバンクの栗原選手はこのシーズン全休し、翌年のシーズンから復帰。しかも栗原選手は手術もしているので、塩見選手もおそらく同じようになるのではないでしょうか。近年、下半身のコンディションに悩まされてきた塩見選手、ここに来て今年中も十分に考えられる長期離脱は、もしかすると選手生命を縮める可能性すらあります。ここに来て離脱となった塩見選手、ヤクルトは守護神の田口投手、セットアッパーの清水投手、絶対的二塁手でキャプテンの山田選手と主戦力がごっそり抜けており、ここにリードオフマンの塩見選手が入ってしまったので、チームとしてはかなり苦しい展開となるでしょう。今後チームはどのような立ち回りをするのでしょうか。まず塩見選手の代わりですが、しばらくは今季加入した西川選手が務めるでしょう。もともと日本ハムでリードオフマンを務め、一番打者として求められるものを全て持っている西川選手。塩見選手のようにホームランが多い選手ではないですが、パンチ力自体はありますし、走塁意識も素晴らしいものを持っています。1、2番を務めれる外野手が少ないこともあって、今季ヤクルトが補強に動いたのが西川選手だったのですが、まさに大成功だったと言えます。とはいえ、西川選手は春先こそいいものの、夏場に入ると低迷していくというのを近年繰り返しています。ここだけ今後注意が必要かもしれませんね。他にも今季支配下を勝ち取った俊足の岩田選手や赤羽選手、ソフトバンクから加入した増田選手など、外野手で見ればそれなりに揃っています。しばらくはこの辺りの選手をうまく起用して試合に挑んでいくこととなるでしょう。いかがでしたか。今回はヤクルト塩見選手の離脱と怪我、今後についてご紹介しました。首位とは大きなゲーム差こそ開いていないものの、なかなか勝ちきれず苦しい日々を送っているヤクルトスワローズ。最下位ではあるものの、セリーグは首位まで4ゲーム差に全チーム収まっており、これからの逆転も十分に考えられます。既存の選手なのか、それとも新戦力かはまだ分かりませんが、果たしてこの先塩見選手の穴をしっかり埋めて順位浮上ができるのか、今後の戦いに注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。